それでは、今日も張り切ってやっていくる、インベーダーマリオ。今の学生さんたちはインベーダー知ってるのか？草花さんのコース、遊んでいきます。なんだか、アーケードっぽい雰囲気が出てるね。レベル1、レベルいくつまであるんだろうな。ふむふむ、このネットを使って敵を倒せばいいのかな？なるほど、原作みたいな感じに敵がどんどん下の方まで迫ってくるんだな。とりあえず全滅させればいいのかな？土管の横にいるノコノコも気になるけど、あそこに攻撃は届かなそうだな。あれ？今、ブブーってならなかった？右側のクッパクラウンに敵が乗ってしまったんだな。あ、やっと理解できました。クラウンに敵が乗らないようにすればいいんだね。ルールさえわかればなんとかなるかな？よし、今度こそインベーダーの侵略を阻止してやるんだぜ。茶色いキノコに足が生えて歩いてるなんて、まさにエイリアン以外の何者でもないよね。頭だけで動いてる私たちまんじゅうも、同じようなものだと思うけどね。今のところ、うまく始末できてるかな？あ、パウブロックがようやく流れてきたな。あのブロックを叩けばいいの？あ、やべ敵がクラウンに乗っちゃった。こうなったら、ボム兵が爆発させられる前にこっちも蹴りをつけるしかないんだぜ。うん、もう終わったよ。人が話してる途中だというのに。まあ今回は仕方ないか。中間取って、レベル2に進んでいくよ。今回も、やり方はさっきと同じでいいのかな？やり方は同じでも、敵の数が増えてるんじゃないのか？あと、パウブロックはレールを流れてないね。あ、やべまた敵がクラウンに乗っちゃった。焦るんじゃない霊夢、ここは必殺名古屋打ち作戦で行くんだぜ。なんだっけそれ？あ、もう遅いね。まあ名古屋打ちっていうのは、当たり判定の隙間をついて、こっちから一方的に攻撃することを言うんだぜ。クラウンに敵が乗っちゃっても、画面外ならボム兵を爆発させることはないから。要は、画面の左側にずっといればいいっていうことだな。でも、それってズルなんじゃないの？ズルとはちょっと違うと思うんだぜ。裏技っていうやつなんじゃないのかな？インベーダーが流行ってた時期は、誰でも知っていたことだもんな。むしろ、制作者さんが意識してこういう構造にしてる可能性だってあるくらいだよね。うぷ主の世代だともうブーム末期なんだけど、それでも結構有名な裏技だったと思うんだぜ。友達の家に、ゲームセンターとかにあったような台があったから、結構練習してたみたいだよ。その割には大して上手くはなかったけどな。やっとブロック叩けたよ。お疲れ霊夢。結構苦戦したね。上に上がっていったら、そのままゴールできるかな？多分土管の先がゴールだと思うんだぜ。霊夢、このコースはどうだった？敵の動きが本当にインベーダーみたいで、懐かしい気持ちで遊べました。それじゃ、いいねして次のコースをやっていくる。ちーちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。まあ、もうだいぶ前なのかもしれないけど、制作者さんの気持ちが少しでも伝わればということで。誕生日に、こんな粋なプレゼントもらえたら嬉しいだろうね。では、改めてちーちゃんさん、お誕生日、おめでとうございます。ぜひ、ちーちゃんさんにこの動画見ていただきたいな。私たちからのプレゼントになればいいんだけどね。10秒萌え萌えチャレンジ？言うが悪いんじゃないもん。制限時間は10秒。その間に素早くジャンプして進んでいけばいいみたいだな。なんて言ってる間に失敗する霊夢。言うが悪いんじゃないもん。だな、悪いのは霊夢だ。いえ、一番悪いのはウプ主です。言うが悪いんじゃないもん。一番悪いの、制作者さんなんじゃ。
お、今度はうまくジャンプできてるな。幅は結構ギリギリだけど、やってること自体は単純だからね。スターで加速、間に合うかな？優が悪いんじゃないもん。やっぱり一番悪いのはタックマンさんですね。だろ？間違いないんだぜ。最初のジャンプは少し余裕があるから、ここを小さくジャンプしてあげれば間に合いそうだね。あとはもう、ギリギリを攻めて思いっきり飛んでいくだけだね。これなら間に合うな。ふう、なんというか、もふいコースだったね。裏で結構な数失敗してるけど、なかなか諦められなかったな。そして、今日はこの辺で終わります。次回は、あなたのコースにくるくるくる。